皆さん新年明けましておめでとうございます。令和4年、はい、早い。2022年になりました。なりました。ということで、はい、アムールチャンネル一発目の放送はですね、ユミネーと共に浴衣を着て、はい、ちょっと、はい、温泉にこれからいますが、はい、その前に、はいはいはい、昨年1年間ね、はい、いろいろいろんな方にご出演いただいて番組をしてまいりましたけれども、今年一発目はですね、なんとユミネーの緊急報告から、はいはい、ということで大ニュースということ。はい、ですね、去年の年末に、参政党の共同代表に就任いたしまして、はい、よろしくお願いします。まさかの共同代表、はい、よろしくお願いします。あのですね、まあ、参政党っていうのはもともと、まあ、私の友人の神谷宗平さんが立ち上げた党なんですけども、ボードメンバーっていって、その党の運営をする係ですね、その人が、まあ、神谷宗平さんと松田学さんと篠原丈一郎さんでやってきたんですけども、この度今年の参院選に向けて、まあ、もっと体制を整えようということで、まあ、今まであえて党首とか代表とか置いてなかったんですけども、この度不詳私がですね、松田学先生、吉野俊明先生という二大巨頭の一番後ろにですね、私も名前を、一番後ろなのか、はい、一番前なのか分かんないよ。はい、一応私も共同代表ということで党を代表することになりましたので、皆さん何卒参政党をよろしくお願いいたします、ね、やっぱり既存の、ね、政治だとちょっとやっぱり入れたいとこがないなと思ってる方、うん、今特に私たちの世代は多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、そういう人たちがみんなで集まって、うん、自分たちでやってみようっていうのが参政党なんですかね。それがコンセプトでございます。投票したい政党がないから自分たちで作ってみたということで、うん、まあ、本当にこの2年間 DIY でいろいろなことをやってきたんですけども、で、まあ、あと勉強とかもいろいろやってきたんですけど、よくね、皆さんに参政党っていうのはなんかいろんな活動やってるけど選挙に出ないのかっていうご批判があったんですよ、うん、それは私たちだってね、なんかいろいろやりたいわけですけども、で特に国政選挙になるとやっぱりこれがマネーが、そうだよね、マネーがなんだかんだ日本はやっぱりこう、うん、世俗議員さんがいいような仕組みになってるから、うんうん、新たなこと始めるって言ったらやっぱりこれがね、そうそうそう、これがネックですよね。ご新規さんお断りの今選挙制度なんで、うん、まあ、非常にそこは難しいんですね、うん、ただ唯一新しい政党にチャンスがあるとしたら参院選の全国比例しかないんですよ。ということで、うん、まあ、私ども一応ですね、今年の夏に全国比例5人予定してまして、これあくまでも予定なんで、ね、まだこう、これからもっと増えるかもしれないですね。そう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 、とりあえず比例はね、5人の名前が上がってるのが、うん、一応その今言った3人のボードメンバーと、あと、神谷宗平さん事務局長と、あとなんと科学者でテレビタレントでいらっしゃる武田邦彦先生が、はい、立候補していただくね。武田先生のね、YouTube はもうずっと大好き、ね、先生。私も本当、私もファンで、毎日のようにね、YouTube 聞いてますけど、日本人として本当尊敬する、ね、あとなんていうのかな、本人はこう科学者として科学者としてっておっしゃってるんだけども、本当になんか日本人の常識をこうなんかこう揺さぶってくれるような視点でいつも物事を見てくれるので、とってもそのハッとさせられるね、気づきがとても多いんですけど、その武田邦彦先生がね、我々と一緒に戦ってくれるということで、すごい、まあ、一応この5人が一応全国比例予定しておりますということで、あんまりね、出るって言っちゃうと公職選挙法に引っかかっちゃうんで、あれで明確なことはちょっと言えないんですけど、うん、一応そんな予定でございます。ちょっとね、参政党を、ググってもらうと、うん、まあ、どんなことになってるかっていうのが、うん、みんなびっくりするメンバーがね、顔揃えてらっしゃいますよね、はい、であと、神谷さんの意識改革大学は、うん、なんと我らが並木先生の講師をしてるっていうね、もう矢作先生ももちろんですね、そういう、まあ、今までいろんな活動をやってきた集大成が、うん、まあ、今年の夏の参院選なんで、うん、で一応ですね、参政党としてはこれから選挙区の方もですね、例えば東京とか大阪とか、まあ、そういった主要都市の選挙区の方もですね、
あの候補者を今募集中なんですね。で、まあ、これもその募集した結果何人立てられるのか誰がうーんと来てくれるのかっていうのはもう本当にこれから次第なんで、まだここも本当にあの流動的で何も決定してないんですけども、うん、まあ、なるべく多くの方のね本当に、ご協力、つまりマネーとですね人手がですね、うん、あの人手がこう集まれば、その集まった分だけ選挙で戦えるっていうような今段取りになってまして、まあなのでぜひまずは参政党という知名度を上げるのがね、まず私の仕事かな。お話し方もなんかね、はい、いろいろあって、私たち夫婦も、うん、あの参政党員にさせていただきます、はい、ありがとうございます。いやいや、でもねあの1000円の、はい、一般党員と月4000円の運営党員っていう、こう2パターンがあって、うん、まあその会費によってこうできることがちょっと違ってくるんですけども、うん、あとその他無料のサポーターっていうのもありますんで、うん、もう私どもとしてはですね、無料のサポーターで結構ですので、あのぜひですねポチッとしていただいて、あのこうなんていうかな、あのこれから我々いろいろ情報発信してきますから、それをシェアしてくれたり、こう友達にちょっと言ってくれるだけでも、もうそれだけで十分ですので、あのぜひね、あのサポーターになって、情報革新、あ、うん、拡散をですね一緒にやっていただければ大変助かります。なんかね、登録すると、うん、まあ、毎朝、うん、あと日中も来るね、うん、メールが、あの参政党さんからいろんな情報を提供してくださるメールが来るんですけど、うん、いや、それだけでもねかなり勉強になるし、そう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 、ね、今ちょっとほらね、コロちゃんの問題であのいろいろ世の中大変だけど、うん、あのな、うん、真実っていうのかな、うん、日本の真実、うん、をちゃんとした正しい情報、そうなの、もうね、陰謀論とかそういう振り回されることじゃなくて、日本の、 あの知らす国の正しい情報をですね、正しい人から無料で学べる、こんなあの、そうそうそう、お得な機会はないなっていうのと、そうそうそう、やっぱりあのね、神谷宗平さんは伊勢神宮主要団でもね、うん、長らく講演されてる方だから、うん、あの奥が深いですよね、うんうんうん、もう本当ね、うん、あの彼のやっぱりこう今まで情報発信してきたその蓄積っていうのは、うん、あのまあ、彼自身の番組で CGS っていうのがあるんだけども、それもう10年ぐらいやってるのかな、そこですごいもんね、登録者人数、そうで、そこで彼自身も情報発信しながら自分も学んでるから、すごくやっぱりその情報の蓄積があって、で、あの参政党の今回のその党員とか運営党員で、まあ、会費いただくんですけど、やっぱりその情報とあの交換っていう感じなんですよ。だからただその党員として党費集め、選挙のために党費くださいっていうんじゃなくて、党費をいただいたらその分の情報は出しますよっていうスタイルなんで、お釣りが来るぐらいね、うん、情報もらってると思うし、うん、あのほら講演会行く並みのいろいろね、うん、教えてもらって辿っていくと見れるので、そうなんです、かなりおすすめですよ、ね、ありがとうございます、おすすめおすすめ、すごい良かった、もっと早くなればよかった、うんそれで月会費4000の運営党員になっていただくと、今度実はですね、私も一応公認候補と予定者っていうことなんだけれども、実はですねちゃんとね党員のね投票を経てんですよ、ちゃんとこのなんていうの、私はこういうことで、あのこういうふうに立候補したいんですみたいな、こうちゃんと決意表明を述べて、それがこうブロックチェーンっていって、そのシステムでちゃんと投票システムがありまして、でちゃんと党員のね、その信任投票を受けないと公認候補にもなれなくて、そういう極めてガラス張りの運営をやってる政党なんで、であと政策もですね、一応ボードメンバーであり共同代表の松田学さんが中心に考えてるんだけども、一応ベースは松田学さんが考えてるけども、具体的なその政策一つ一つはやっぱり運営党員の人がいろいろ出し合って、本当にこう激しく討論して議論して、それで今決めてるんで、なので本当にね、今日本にない手作り、ね、もう本当にねガチで国民が参加する、あと党員が参加する党なんで、もう全く新しい、よくほらなんか伊勢のお勉強会で、まあ、由美さんとか私が昔教わって今もやってるんだと思うんだけど、うん、外国のやり方は牛博で、うん、牛博っていうのはこうね、うん、偉い人がいて言うことを聞く人たちがいる、でも日本は昔から天皇陛下以外はみんな同じで、うん、あのしらすって言うんだけど、うん、まあそういう感じのまんまの
作りですよね。そうそう、だから本当にみんなで議論して、うん、あの意見を出し合って、それで日本を良くしてっていう人が集まってる党なんで、うん、あの参政党って右ですか左ですかとかね、保守ですかリベラルですかっていうね、そういう区別の、ね、分類を超えたところにいると思うんで、そう だ, そうだから多分その考え方はその、まあ、今サポーター含めて1万人ぐらいの方が応援してくださってるんだけども、うん、多分ね保守の人もいればリベラルの人もいると思う、うん、だけれども例えば職について疑問がありますとか、うん、教育についてこう考えがありますとか、いろんな切り口で入ってくる党員さんいるんだけれども、その考え方はね、あの保守リベラル問わず日本に何か問題を感じてそれを良くしたいっていう人が集まってるから、うん、今までみたいに右だ左だ保守だリベラルだっていう色分けがね、そういう問題じゃないよね、つけられない。もうだからこれからの日本を良くするために集まった人たちですね。そうだからちょっとでもね、自分はこういう分野に疑問があってここを良くしたいんだけどなんて思ったらば、もともとどういう思想が背景にあるかとかそういうのもお構いなしで、ただ日本を良くしたいと思う人がぜひご参加いただければと。そうだね、まあ子供いたらね、日本を良くしたいも何も良くしてもらわないと困っちゃうもんね。自分たちは仮に大変でもさ、子供たちの代の時にはこれ以上大変なだったら困っちゃうから、まあ良くなってもらわないとね、困りますよね。そうで、特にその理念として一番最初にボーンって、うん、あのみんながでもこれだけは共通して持ってようねっていう理念っていうのが、うん、まあ、サンセットっていうのはもう国益を守って世界の大調和を守るって、うん、この2つの日本の国益を守るのは国民として当たり前だけども、うん、それだけじゃなくてそれが世界の大調和につながるといいですねって、うん、もうこれが大きな理念で、多分この理念にさ反対する人っていないと思うんだよね。そうだね。だからこの理念に本当にご賛同いただけたらば、もう本当にどんな考えの人でももうぜひぜひもう入ってきていただいて、私は特に 今まで2020年21年ってすごくコロナ問題でいろんなことが浮き彫りになって、まあ、ともすると日本の自由と豊かさっていうのがすごく傷ついたと思うね、うん、だから私はその日本の国益ってじゃあ何って言った場合に、うん、いやこれから子どもたちのね自由と豊かさを守りたい、うん、なんなら取り戻したいっていう、うん、まあ、私としてはその国益っていうのは自由と豊かさだなというふうに思うんだけども、まあ、実はこれもね年末に某先輩から聞いた言葉なんで、うん、いや本当にその通りだね。本当だよ。自由と豊かさってさ大事じゃない？大事だけど、ね、自由を手放したもんね。そうそうそう、ね、大事。自由も手放したしさ、豊かさも手放したでしょ。本当豊かさも自由も手放したよ、うん、だけどやっぱりなんかみんなほらいろんな才能があるからさ、その才能を自分たちのために使うんじゃなくて、うん、まあ未来の子供たちのためにみんながちょっとずつ出し合えばね、うん、まだ変われるかもしれないですね。そうそうそう、全然全然まだまだ、いや日本が変わんなきゃできないし、なんなら本当に世界のモデルになるのが日本だと思う、うん、そうそう、並木さんだってさ、ね、そうやって言ってたよね。そう、ね、そこさ、並木さんも矢作先生も同じこと言ってるんだよね、うん、そう、日本がさ世界の中心なんだっけさ、地球ダメよって今そこまでね。だけどまあ思いのほか去年落ちたよねあちゃーみたいな、あらー予定が、まあ、私たちねそれをネタにあの、うん、楽屋トークっていう番組を作って、はい、ブーブー言わせていただいて面白かったけど、はい、うん、まあ今年は本当にもうコロちゃん問題も2年、ね、3年目に突入するわけなんで、まあ多分ねこれからそのまだまだ別の問題もやってくると思うし、うん、まああの国難ね、そう国難だからまだ1個目のラッパが鳴ってる段階なんで、まあ、これから何回ラッパが鳴ろうと、まあ、日本は浮上していかなきゃいけないし、まず本当日本の国益を守って、世界の大調和につなげたいなと大きな理念で活動しております。まあ、とりあえず難しくてよくわかんないっていう人は弓根に連れておけば大丈夫いやいやいや、どこ行っちゃうかわかんないけどね、でもね、本当にあれみたいないやでも、あのほら、長らくお付き合いさせてもらってるけど、まあ、ユミネは腹の中で思ってることと口から出ることが、まあ、一緒なので、はい、あのすごいあの信用して大丈夫だと思います。はい、すいません、いろいろそれで辛口とか暴言とかいろいろ不規則発言とかいろんなこと言われてますがまあ今年ね、夏に向けて毎週木曜日に番組も始まるっていうことで、そう、まあいろいろね、はい、頑張りますんで、どうぞ皆さん応援よろしくお願いいたします。ここに貼っついてくださいね、はい、参政党よろしくお願いします。というわけで新年一発目は参政党をね、はい、名前を皆さん覚えてください。政治に参加する党だから、そう、参政党、 そして、ロゴマークは
ほう、そうなのね偶然、なん誰かがねそうやったんでしょうねはい、というわけでぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではありがとうございました。よろしく、今年もよろしく。